今回は個人とグループの原則の中から攻撃のパスと動きの優先順位の原則の解説です。この原則は2つのポイントがあります。1つ目はパスの優先順位に従ってパスコースを選択するということです。2つ目はパスを受ける動きの優先順位に従ってボールを受ける動きをするということです。1つ目のパスの優先順位に従ってパスコースを選択する。これは パスによって何人の相手をボールより後方に置き去りにできるかという判断基準で考えます例えばこの動画の場面ですが最も高い優先度である相手の背後ですがこの1本のパスで相手を6人突破できたことになります2番目の優先度縦パス足元へのパスだと 三人の突破です。優先度三番目の横パスと後ろへのパスだとパスで相手を突破したことになりません。ただし相手にボールを奪われるよりはマシです。この一つ目のポイントで最も優先度が高い相手の背後へのパスは相手からしたらボールとマークを同一視できなくなるのでマークを外すことがやりやすくなります。すべてのパスを相手の背後や 縦方向に出すことはできませんがそれを狙うことで他のパスコースが開いてきます2つ目のポイントパスを受ける動きの優先順位に従ってボールを受ける動きをするですが判断の基準はゴールすることから逆算することですパスを受ける時に一番最初に狙うのは相手の背後です それができなければ、前向きにパスを受けれる場所を狙います。それができなければ、相手を背後に背負って足元でパスを受けます。前方向でパスを受けれなければ、ボールと同じラインか後方で受けます。 パスの優先順位とパスを受ける動きの優先順位を考慮しながらパッサーとレシーバーは判断を共有するようにします。今回はここまでにします。なるべくわかりやすく噛み砕いて説明していきます。それでもよくわからないということがあればコメント欄にご意見ください。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。